い、どうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はモーサンダーですね。で、ようやく、USS ボルチモアの使い方が分かったので、今回は復讐のボルチモアとしてやっていきたいと思います。いやー、前回のね、あのボルチモア動画の方ではかなりなんかボルチモアっぽくない戦いだったので、今回はですね、もう正しいボルチモアの使い方みたいな形でやっていきたいと思います。でですね、私が何回かボルチモアを触って分かったことがいくつかあります。まずボルチモアはですね、単独で動いてはいけないですね。なので、今はですね、あのそばにいるヒューガと歩調を合わせようとして、いますけれども、やっぱりね、戦艦と一緒に行動するのが一番いいですね。あの戦艦はですね、あの対空兵器が非常に乏しいということで、航空機に対してすごく弱いんですね。とは言いながらも、ボルチモアはですね、逆に対空兵器がもうすごい性能なんですよね。多分ウォーサンダーの海軍で一番じゃなかろうかというぐらいの対空性能を持っています。で、あのボルチマはですね、あの一応装甲が強力なんですけれども、やっぱり他の国の 5.7 の従順と打ち合ったら負けてしまいますね。装甲が優秀とはいえね、モガミとかロンドンとか、あとはアドミラルヒッパーですか、あの辺のやっぱり鉄鋼弾には抜かれてしまいますね。なので、そのあたりのね、壁役として戦艦に出てきてもらうわけですね。そうですね、確かにね、あのアメリカの、ペンサコーラとかノーザンプトンとか、そういった船よりは連射速度は高いんですけれども、先ほど言ったね、日英独の従順と比べるとやっぱり打ち負けてしまうところがあるんですね。なので、そういったね、他国の、従順と1対1とかねで打ち合わないために、戦艦と一緒に行動するのがやっぱりいいですね。戦艦はね、本当に副砲からしても強いですからね。まあ壁役、まあ RPG でいうところのタンク役ですか、を担ってもらって、でその代わりに戦艦に対してはね、対空の方で援護するというのがボルチモアとしても非常にいいと思います。まあいわゆる総合協力、相互援助ってやつですね。まあ短くまとめますと、まあボルチモアは戦艦のそばにいろですね。もう短く言ってしまえばこれだと思います。それ以外の運用方法というのがちょっとね、見つけられませんでした。やっぱり難しいですね。難しいんですよ本当に。今のあの 6.0 ですか、海 RB の 6.0 の環境ですと、どうしても戦艦の存在が非常に大きいということで、まあボルチモアであったとしても戦艦に対してはかなりもうダメですね。不利とかいうレベルじゃないぐらいもうダメなので、なのでね、やっぱり単独で動くということ自体がもう間違ってますね。もうボルチモアだけではないでしょう、こういう話はね。他のトネさんとかね、もうプリンツオイゲンとかね、あの辺もやっぱりもう単独では動けませんね。以前は戦艦が出てくる前はね、こういった船は単独でも結構動けてたんですけれどもね、戦艦の存在が本当大きいですからね。まあそんな戦艦もやっぱりさっきも言ったように航空機には弱いんですね。なのでそんな航空機から、戦艦を守るためにやっぱり戦艦の近くにいるのが大正解だと思います。戦艦をいかに生かすかが今の海 RB の高ランクの問題というか勝ち筋でしょうか。なんかいますね、あそこにちっちゃいの、なんか細かいのがいますね、あそこに結構いいところに、あ、はい、ようやく沈みましたかね。コンクエストなんでね、ああいった小さいのも見逃してはいけませんからね。結構打ち合いがだいぶ派手になってきましたね。
相手もそうですね、戦艦が結構いるな。なんかいるな。まあとにもかくにもですね、戦艦から、つかず離れずで戦いましょう。うん、そろそろね、敵も何隻か沈み始めて、味方も何隻か沈んでるので、そろそろ航空機が出てきてもおかしくないですね。おそらく航空機は戦艦を狙ってくるでしょうから、その時が私のボルチモアの出番ですからね。そうですね、目の前にね、今ヒューガがいるんでね、あのヒューガの方にヘイトを買ってもらって、なんとか耐えてもらいたいところですね。ん、航空機かな。早いですね。もう早速、撃った早々に流星を撃墜できましたね。おそらく戦艦を狙ってきたんだと思いますけれども、うーん、早かったですね。さすがボルチモア。こうやってですね、まあ艦隊といいますか、戦艦を航空機から守ることができるんですね、ボルチモアはね。早かったな、本当に。さっきからいいとこ当たってるんだけどな。おあ、早い。また早いですね。早いな、ユンカスか。おっと、またしても艦隊防御に成功しましたね。やっぱり、ちょっとこの形は少しまずいですね。あの流れ弾が怖いんですよ。今ヒューガの方がですね、戦艦の方と打ち合って、危ねえ危ない。本当にね、この流れ弾が非常に怖いですので、ちょっと距離取ります。あれね、ソ連の軽巡なんですけれども、もうソ連の軽巡ならばね、もう全然ボルチモアの走行で防げますね。もうさっきから結構ボコボコとは食らっ、あ、やりましたね。もうさっきから結構食らったんですけどね、全然平気ですね。さて、数的には若干有利ですね。ただちょっとね、味方がキャプチャーポイント内に少ないかな。もうだいぶ相手の船のね、BR 隊が下がってきてるので、勝ってるといえば勝ってるとは思うんですけどね。ただやっぱりあのマップ中央のね、戦艦勢がなんともならんので、もう雑魚狩りするしかないですね。もうボルチモアでね、雑魚狩りというのもなんかちょっと悲しい。なんかね、なんかちょっと違うでしょというところが。はい、撃沈できましたね。もうちょっとね、もうバリバリね、打って花形みたいなところもあったらいいなとは思うんですけどね。さすがに戦艦相手だと歯が立たない。あれは戦艦じゃない。これはちょっといよいよまずくなってまいりましたね。もう敵がもうサークルにどんどん入ってきてるんでね。ちょっと私の方でもあのサークルの方に入るべきでしょうね。ちょっとあの辺はね、捨ておいて、あ、なんか反応してる。なんかいますね。あ、ウェリントン、P8。どっちかでしょうか。少しまずいかもしれませんね。ちょっとヒューガの方と離れてしまっていましたね、いつの間にか。ちょっとまずいかな。ただね、あんまり近すぎても、もし相手が P8 だったらね、革命爆弾落とされて、えらいことになるの。あ、P8 でしたね。あー、盗弾されたかな。ちょっと怪しいところですね。盗弾されたかもしれませんね。大丈夫かな。
あダメでしたね。すまん、ちょっとあれは助けたかったですね。よし、うん、またしても、あっと、なんか飛んでますね。あれは雷撃っぽいので撃ち落としてほしいところではあるんですけど、この勝負ね、結構いい戦いになってるんでね、勝ちたいですね。ほんと勝ちたいですね。いい勝負なので。さて、あの爆撃機はどこへ行くのや。あれは戦、あれ戦艦でしたっけね。まずいな。あっと、危ない危ない。ちょっと戦艦相手に、この姿勢はまずいんで、姿勢変えます。どこ行った?ちょっとまずいですね。味方が完全に押し出されてますね。私が最前線ですか。しかも戦艦相手。これはちょっと厳しいですね。あー、怖い。飛んできて。ん?あっぶね、いって。なんかいますね。あれなんだ、ちっちゃい。なんか、あそこ飛行場ですよね。なんか止まってんのかな?もしか、もしかしてなんか航空機止まってません?あそこ。え?よ。そうか、あそこに止まってたんですね。それで、ああ、占領してた。あ、なるほど。素晴らしいプレイヤーですね。ああいうプレイヤーは敵ながらあっぱれというやつですね。ああやって占領ポイントをしてたんですね。素晴らしいですね。お、またなんか反応してますね。射角が高い。ああ、急降下爆撃機かな?大型爆撃機ではないので、急降下爆、あ、ヤクザか。なんだ。戦闘機ですね。よかったよかった。この試合勝ちたいんですよね。本当にね。あの一石を撃沈できればワンチャンあるんですよね。味方がね、ギリギリ足りないんでね。あの一石さえ落ちればいけるとは思うんですけれどもね。ただ私自身が本当にやられる寸前なので、怖いといえば怖い。ねえかな。いいところ、いいところに、ああ、敵が入ってきた。ああ、敵が入ってきてしまいましたね。ダメかな。はい、ダメでしたね。とはいえ、1位です。5機撃墜の何隻撃墜でしょう。とりあえず長かった。非常に長かったですね。5機撃墜ですね。の4です。4キルですか。で、0です。でした。なんかもらいましたね。なんだろう。なんか変なのもらいましたけど。こんな感じですね。まあ、0ですで終わったということで、よしとしましょうか。本当にね、ちょっと長い試合だったので、40分ぐらいやってましたのでね。いやー、疲れた疲れた。おっとっと。スクリューでいいかな。座礁した時とかにね、スクリューがあったらいいなと思うので、スクリューにしときます。はい、というわけで、以上が USS ボルチモアでした。やっぱりそうですね。戦艦とお互い協力して戦っていくというのが、ボルチモアの正しい使い方だと思います。本当にね、今の海 RB の高ランク帯はね、戦艦をいかに活かすかが問題なので、その戦艦を守るために、もう敵の航空機をね、なぎ払っていくというのがボルチモアの最大の役目だと思います。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回も何かまたやりますので、見てくださったら嬉しいです。
そして、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。それでは、月島でした。